白露、見てほしいのは俺じゃなく隣にいる人だ。おや、その様子から見るに目に怪我でも負ったか、それとも別のところが悪いのか。いや、目に大事はない。この目を覆っているのは、物を見ることで古き思い出をよみがえらせ心の魔に落ちるのを防ぐためだ。実は龍女様、近頃夜に動悸がしてよく眠れなくてな。心を落ち着かせる方法はないだろうか。症状を聞くにわしの専門外のようじゃの。ふふん、だが案ずるな。探偵士は病人を選ばぬ。お姉さん、腕を出すんじゃ。まずは脈を取ろう。その後は投影虫を飲ませ隅々まで見てやろう。うわっ、なんという冷たさじゃ。ちょっと待っておれ、タンコ、こっちに。虫が連れてきた友の病気じゃが、なんとも妙じゃ。脈がかなり弱い。通常こういった状態じゃと。もう救いようがないという意味か。くにゃんにゃん、医者の代わりに判断するでない。主の友の場合また話が違うのじゃ。表面上は生を感じるが、脈を取ろうと腕をつかむとまるで氷を触っておるかのようじゃった。それに丹腹と脈略の間で暗流が通ってるかのように拍動を打ち続けておる。このような奇病は見たこともない。詳しく研究すれば異形に乗るやもしれん。時々でいいから、これからも主の友をわしのところに連れてきてはくれぬか。実はあの人は今日でラフを離れるんだ。そうか、残念じゃの。もう少し滞在してくれれば、あの病について何か分かったかもしれんのに。うむ、では仕方ない。これから薬を処方するが、それだけでなく白湯もたくさん飲ませるんじゃぞ。わしについてこい。冠婚症気散を出してやる。この生薬を使っても治せはしないだろうが。お、待った、わしの薬箱はどこに行った。すまぬ、薬王秘伝の件以来市内のすべてがむちゃくちゃでな。炭鉱、武士は腕がいいのじゃろう。わしと一緒に薬を取りに行ってはくれぬか。龍女様がお困りのようだ。では我も一緒に行くとしよう。いや、主の手を煩わせるわけには。たやすいことだ。煩わしいことなどない。
にはこんなに診察を受けに来る動物が増えたんじゃ。気をつけろ。邪魔立てするものは我が竜女様のために排除しよう。我の剣はいてつくゆえ少し離れておくといい。怯えることはない。さあ、よ、叫ん。もうじゃ再臨。月光を剣とす。氷雪の志は朽ちることなし。総理、世を注がん。全てを照らさん。月光を剣とす。よし、どれどれ。安心草も早期さんも入っておるな。さて、帰るとしよう。あまり患者を待たせるのは良くないからの。待たせてしまってすまなかったの。この処方で主の病を根治させることはできぬが、活力を維持し心身を穏やかにさせることは可能じゃ。いや、必要ない。竜女様の医術がいかに優れていようと、長命種の宿命はどうしようもないだろう。魔音の実であったか。そうは見えぬぞ。最近ラフでは大きな事件があって、魔音の実に苦しむ患者を少なからず見てきたが、いずれも上言ばかりをつぶやいたり、前後不覚になったり、体に変異が起きて恐ろしい姿になったりしておった。なのに主からはそれらの症状が見当たらぬ。取引をした、ゆえにこうして残善を保っているのだ。今はまだ思考する余力があるが、もう心識の限界に達している。とはいえ、未だかなわぬ宿願と決着をつけねばならぬ仇がある。ほう、自分の病院をしかと理解しておるようじゃな。心の病ではわしも力になれ。じゃが、異形にこう書いてあった。心を消せば身は安らかになる。過去のことを忘れることができたなら、主の病も回復の余地があるかもしれぬの。そうか、それは残念だ。全ての感情の中で憎しみが最も強い。そして我はそれを選び握りしめたのだ。己の存在を維持するためにな。この手で握れるものはもはや剣と過去の憎しみのみ。これさえも手放せというのであれば、我は骨の髄まで虚無に陥るだろう。竜女様のお言葉に感謝する。こうして竜女様に会えただけで薬よりも100倍の効果があった。ところで、ここ数日
包帯を巻いた者が龍女様のもとを訪ねなかったか。包帯？特徴にしてはありきたりすぎて何とも言えぬな。泉州には毎日数えきれぬほどの患者が探偵室を訪れ身体を見てもらっておる。剣木の災いがあったことで怪我人がたくさん出てるからの。背が高くほっそりとした暗い表情の男だ。朽ちかけた剣を持って離さない。そんなものを見た覚えはあるだろうか、龍女様。そういったやつは。ああ、今日一人おったぞ。あれは懸賞を負ったに違いない。血の匂いがしておった。じゃが重傷ではなかったようじゃ。顔も平然としておったし、わしが処方した薬も持っていかなかったぞ。やつが求めたのは別の形での処方だったのかもしれんな。となるとこれで全員揃ったわけか。さあ、旧友たちに会いに行くとしよう。その男はもう連れて行ってよい。これからのことは彼と無関係だ。元気を。これで揃ったな。数百年が過ぎた今も雲上のご騎士がまたこうして集まれるとは。我の記憶が未だ定かであれば、700年前我ら5人はこの場所であの誓いを立てた。何があろうとまた集まり杯を交わそうと。されど林縁橋は空にかかり、世は天保のごとし。我ら五人の中には生まれ変わった者もいれば罪人となった者もいる。そしてもう誓いを果たせなくなった者も、互いの情さえも消えてなくなった。じきに我は枷をかけられ審判を受けることになる。ひとたび別れれば二度会うことはないだろう。ゆえに離れる前に皆を初めて出会った場所に招いた。人は五人、雷火は三つ、主界の陰月は独断で龍華妙法による改正を図った。境外を変えて大火を招き戦士の誉れを辱めた。重犯の王政は強敗なる傲慢により、北条が紳士の血肉を手にした。陰月の猛威に手を貸し不死の忌み物へと落とした。そして罪人慶龍、魔恩に落ち朗報を殺め盟友の義を裏切った。今こそ我らが代価を払う時なり。炭鉱、お前は永遠に陰月から逃れられぬ。奴はお前の始まりだ。お前が進む道には奴の在業が影のように寄り添い、死ぬまで後を追うだろう。
ジン、いい名だ。終わりの見えぬ人生の中、お前は殺すか殺されるかの狭間をさまよい、己の骨を埋める場所を探すことになる。そうでなければ王政の悔いを消し去ることはできないからな。そして我は同盟の審判を受け、英豪の罰を背負う。その後はより悲惨な代価が我を待っている。こうでなければあれら明記すべき苦しみは消えてなくならない。雲上のご騎士よ、そろそろ互いに別れを告げる時間だ。